パパパラパパパパラパパパパパラパパパパパラ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 パパラパパラパパパパラパパパラパパパラパパパパパパラパパパラパラポンということでね、まあほんまにね、甲子園に来ました。来ましたね。今日のゲストはなんでやねんさんです。なんでやねんっていうことで、哲也さんの動画やのになんでやねんがオープニングっていう。で、あのちょっと ねこのオープニング結構好きなんですよ。これね、あのね、ほんま皆さんのヤクルトファンの方全然知らないと思うんですけど、サンテレビ、阪神タイガースのことを応援してる人で言ったら、もうサンテレビって神テレビなんですけど、それのね、野球中継のオープニングのね、テーマソングなんですよ。だから僕あのいつもこれ歌ってるんですけど、大人気なんですよ。はい、面白いです、面白いです。ありがとうございます。ポンが面白いです。そうです、テッテレテレテッポンって言いたいだけなんですけどね。俺も言いたかっただけです。あ、本当ですか。もうぜひ今日はあのいい試合して、そうですね、で12回まで延長までフルで戦って、同点で6時間26分で終わりましょう。あのね、伝説の92年のね、八木が幻のホームラン打って、あの時以来の今日は6時間26分やりますんで、皆さんご付き合いよろしくお願いします。はい、で昨日はねちょっとね、あの逆転負け、はい、サヨナラ負けしちゃいましたけどね。いやもうね、昨日のはだから1勝1敗ですよ。で一遍だから阪神が勝ったけど、ドリスで一遍負けて、でなんかまあまあ一応蹴りはつけようぜっていうことで試合的で終わったけどってい いう考え方です。私がちょっと打たれちゃったみたいな。そうなんですよ。だからお互いの外人さんがなんかこう、いいよ買ってくださいよ、いやこっちも買ってくださいよみたいな、なんか譲り合いで、なんかまあホームだったからまあ順番的に勝てちゃったみたいな。これが神宮だったら多分順番的にヤクルトが勝ってたというような内容ぐらいのお互い、まあね、まあいろいろありましたね。いろいろ大変ですね、本当に。なんでやねんってところがいっぱいありましたね。いやほんまね、なんでやねん。あのまずね、あの小川くんを8回ワンアウト三振取ったところでなんで変えへんかってんというのが僕の阪神ファンとしての見立てです。もう同じです、はい、あそこで変えられてたら阪神昨日負けてましたよ、多分。うん、そう、本当に大体すればよかった。次立ってくる。そう、いやだからね、ほんまにね、タイガースもそうやし、で特にね、昨日 その小川くんのようないいピッチングしてるのに勝てないっていうピッチャーが今日は、すいません、阪神タイガース西くんが先発するんで、はよ変えや、矢野監督、これ見てたらはよ変えやっていうか、これあのアップしてへんか、まだ。うん、あの矢野監督見た時にはこの試合終わってるわ、多分。終わってますね、終わってます。まあまあけど、いい試合にしました。そうですね、そうですね。はい、で今日うちね、山中さんなので、アンダースロー。そうです、しかも甲子園ではね、防御率1点台なんですよ、山中君って。ですね、去年、その前かな、阪神相手に投げて、ね、確かに4勝1敗とかね、もう阪神キラーですよ。ね、うん、でアンダースロー、もうセリーグの代表するアンダースローといえば山中君なんで、正直タイガース今日もやばいと思います。だから先生、ちょっと優しくお願いします。お互い優しく。特に山田君、村上君あたりがちょっと休んどいてくれると嬉しいなと思ってます。はい、バレンティーの一発ぐらいでお願いします。バレンティーの一発ぐらいでお願いします。バレンティーの一発ぐらいでお願いします。先生、じゃあ今日どうなるかね、はい、楽しみですね。楽しみでしょ。じゃあ早速球場ね、哲也さんのね、ヤクルト仲間が来たらちょっとね、一緒に入ろうと思ってますんで、よろしくお願いします。行きましょう、せーの。ありがとうございます。さあ行くぞ。